その力、女神の寄り代と見受けたい。何時に女神の記憶と光の真相を授け。されば女神の御心を持って祈りを捧げよ。二つ目の試練、お疲れさん。だいぶこなれてきたんじゃないかね。さて、この祠にはどんな神話が残っているんだろうね。はるかはるか古の物語。これなるは神々の戦いの記憶。七柱の邪神どもが倒されると、滅びの神が自ら命の大地に襲来し、ついに二大神の戦いが始まった。ある山は火を吹き、ある海は枯れ果て、二柱の神の戦いは拮抗し、幾千年にも及んだという。このまま戦いが続くことに、世界の崩壊を予感した女神ルティアナは、いよいよ最後の手段を用いることを決意した。
お？そういえばあの穴、前の祠にはなかったわ。邪神が封印を抜け出た後じゃな。500年前の天変地異に乗じ破ったようじゃが、今もって邪神は見つかっておらん。あれは賛美を極めた時代でのう、顔なじみもたくさん死んだ。はて、九段の邪神もあの偽りの太陽の熱で焼け死んだか？極天女帝さん、まるで当時を知っているような言い方。いかにも、わしには神話時代からの記憶がある。わしら六星人は神話の時代に始まり、代々の後継者に使命を引き継ぐことで、今に至るまで連綿と続いてきたんじゃ。じゃが、極天女帝の位だけは特殊でのう。使命だけでなく、その記憶も継承させる。ゆえに、神話を体験として知っておるわけじゃ。かつて、そなたとも会ったことがあるんじゃぞ。そなたの分身ともな。え、それって…頭がクラクラしただけ。巡礼で疲れが溜まっているのやもしれん。無理をするでないぞ。次は水中に遺跡が沈むシエラ巡礼地という場所みたい。そこに向かいましょう。あはあはは、おかしいな、このあたりで。ああ、よっとととととっと、君は名優くん、どうしてこんなところに？え、なになに？なんで倒したはずなのにまだ生きてるのか、だって。あははは、嫌だな。この僕が荒れ式で死ぬわけないでしょ。ああ、名優くんはおかしいな。それはそうと。こちらにいらしていたんですね。僕たちからお迎えに上がろうと思ってたのに、まさか直々にいらっしゃるとは。あれ？はは、なるほど、そういうことでしたか。近くにいらっしゃったようだからご挨拶しなくちゃと思ったけど、お取り込み中のようですね。失礼しました。よっ、いよいよですね。またお会いしましょう。くせ者め、逃がさん。
手応えが薄かったの。これで倒せたとも思えん。しかし、イルーシャ様にブツブツとわけのわからぬことを話して、なんじゃったんじゃ、気味が悪いの。考えても仕方がなさそうじゃな。次の祠へと向かうとしようぞ。